ってついた。じゃあ。すっげえ画角。なんかさっき1回目の配信をした時とは違い。落ちてる。2回目です今日は。どんな系って着替えました。さっきは朝配信の時はストレートパジャマでしたが、着替えて髪を作ってました。みたいな名前全然違うけど、お兄ちゃん、お兄ちゃん、恥ずかしい、恥ずかしい。ラスト、はいはい、ホビホン邪魔なのか。ティッシュ、赤ちゃん、かわいい、かわちいだった、かわちい。やっしゅうや、昨日も来てくれた。しゅうちゃん、あ、大丈夫、おめでとう、しゅうちゃん。一緒言ってる。グラムで、そう、今日朝はね、パジャマ、もう着替えた。今日のマスクに着替えました。もう家出るまであと1時間ぐらいある。もう終わった。ちょっとさ、準備にさ、ささっと準備できる人じゃないからさ、準備してからお家出るまでの時間があった方が安心できる。待って、今日月曜日で公式したらよかった。この後公式しようかな。バルタヤッホー。私1回目、そっか、この前ずとん、ずとん2回目、今日ずとん2回目、その人歌っちゃう、そうよ、歌っちゃう。こんにちは、たけちゃんさん、こんにちは。え、ありますよ、今日、今日ありますよ。この後ね、この後16時59分までが今日のライブの回る券となっているので、神田明神、ね、来れる人がいたら来てほしいです。お願い、マイメロディー。3回目かね、胸取って3回言ったんかいな。じゃあ3回目か。しおりちゃん、しきしきちっち、どんどん変わる、変わって変わって。クロさん、こんにちは。しょっちゅう生きてるよ、めっちゃ。あちこさま生きてる。ゆうた、こんにちは。まんまままんま、なに、赤ちゃんごっこ。あざ、あざができた。やほ日曜日、やほ日曜日、やほ日曜日、今日は日曜日だね。神奈川県の人いますよ。ですね、神奈川県の人に港にいますので、今日はその波動にね出演されるメンバーがいますよ。昼ラーメン食おうと思ったらちゃんぽんになってた。まあ麺だったらまあまあ OK。 誰か撮って、
隣の姉ちゃんが歌ってます。姉ちゃん同じグループの藤崎ふみってお姉ちゃんがいるの。その姉ちゃんが歌ってます。また地球がこの子になっても、あ、ふみが歌ってたよ目標は何の何の目標ですか。アンダーアーマインド人みたい。でも多分生きてるってことは死んでるってことですね。なんでこんな早い時間なのに仕事で死んでるってこと？死ぬの早い。朝ができたんだけどおたわめんと、あ、そういうことか朝どいどい夜勤頑張って。もうちょっとじゃない、そしたら時間な。今あれ見てる。シフト。B。B。約目標はあと2。でもこれはちょっとすごくレベルの高いことって、今日はね神田明神だし遠いだろうし。なかなか来れないと思うけど、ちょっと悪あがきじゃないけどすごくでも一人でも増えたらすっごい人生が豊かになる。今日ガチ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 ガ男できなくて心が死ぬ。確かに確かに最近会ってない。最近知らせにリュースイベントの告知もしかしてしてない。明日はかぎしめとあれがある、あの瀬取り決定権。その日のライブの最後に推しメン と例えばしおりのしおりに対して1人、鍵締めだから1人が一番最後に喋れるってやつだ。5分から10分を選べるそう。剣の枚数で選べる。でじゃんけんとかして勝った人が鍵締めできる。そんななんかすごい接戦戦ってるイメージあんまないけど、衣装だった。感じ。じゃあトーンさんとかは今後もしかしたら名古屋でやるかもしれないからね。そういう時はいいかも。明日は7時からタワレコ川崎ですって言える。7時19時ね。今度早朝リリーブとかやってくれない？6時とか誰も起きれん。瞬間センチメートル知ってた？キャンダル、キャンダル。ちゃんこんばんは。寒いらしいか。今日やばいよね。もうなんかこの過ぎてからこの上からってきますよ。これはもうね、もうキャミソールみたいな感じです。これもうシール取って
今横でヒーターガンガンに焚いてるけど、今日はもう黒いやつ、なんか一緒に今年のやつがあるけど、ともきやゴテゴテニンニク玉あんまりすまうまそう、うまそう、名前がしょうちぽよ、ゆうくんさん、こんにちは、ヤッホーにかみ、ゆうきヤッホー、私もしかして読んでないとかある、一緒になる方はごめんね、ごめんね、ごめんね、もしコメント読んでなかったら、あれ来てない、あ、2回目、あ、配信が2回目ってこと、ぽよ、ぽよよ、なんだこの名前は、赤ちゃんヤッホー、キュン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 、みやびやほーチラ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 じゃない、スタタタだった、あ、チラも言ってた、やほーチラチラよ、なるほど、何回も回るより鍵閉めやった方が、あ、どうなんだろう、でもリリーベのチェキってあんま話せないじゃん、だからもうなんかリリーベのチェキだけで考えると台湾だと1分話で1500円ね、でリリーベだと2000円で2500円かで、サイトの時計からあんま喋れない、それだったらあの鍵閉めの方がめっちゃ喋れる、トリアさんの名前サイト、あ、そういうこと、あ、決めたのか、なのよ、お腹減った、腹から何も食ってない、それはやばいよ、食べなきゃ死ぬよあんた、じゃ今日のおすすめメニューはおにぎりおにぎり4個鮭、明太子、昆布、サバ、海の生き物どう？タトルヤッホー、ですか、いつも傷を合う君の強い心を知っているから、フル配信も見に来たからね、そうか、その2回目か、ヤッホーに帰ってくれたんかと、16時に起きた、さっきやん、おはよう、起きたてジャパン、焼きたてジャパンってあったよね、あ、見たことない、休憩中、もう少し仕事再開頑張って、仕事、ハマラさんこんにちは、よっと、おはよう、夜勤なの今日、それとも仕事休み、今日の二人はいい感じ、食べたい、もうちょっと食べた、トリンちゃんやっほー、ふぎしめ、受付の用紙に書き込みしてて複数人数になって、ねえねえねえ、ああいう時ってさ、ドキドキするんだね、見てる方もドキドキするけど、仕事休みなんか、ラッキー、ラッキーだね、起きたと思ったら収録配信してたから見に来たと、そういうとこですか、マシこんばんは、イエーイ、昨日見た、一昨日から見た、ヨッシーが東京にいるなと思ってね、あれ？どうと思った、愛を激怒届けるぜ、今日も明日もその次も、そういうことですね、そういうこったいって、ゆうちゃんこんばんは、
としおちの髪の毛食べたい。いいよ。何本もがいい？硬め、柔らかめ、普通。いつも締め切りギリギリに名前書いてる。誰が？あ、タートラさん。なんで？バトルのがあれだから。なんで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 ？なんでギリギリに書いちゃう？今日早い。でも夜もやるよ。今日はこの後のライブのアピールしたくてやっちゃう。あと15分お願いします。お願いの仕方間違えて、お願いします。あと1人もし増えたら、マジで心臓もらったみたいな。でもしもあとその一人、今から一人もし増えたら救われる、もし増えたらもう勝利、なんて言うんだろう、大感謝。今日はそんなに役少ないんで、そう、でも今日はというよりは勝利の勝利のって感じ。あと正直グループ的にもすごい少ない、一桁とかかも。神田明神いつもそうなんだ、高いしね。今日は前よりがあとね15分ぐらいなんだけどね、一般でも3000、高いっていうのもあれだけど、そうなのかなとか思ったり。でもすごい盛りだくさん。私今日結構出演メンバーがちょっと少ないから、いっぱい出るよみんな。いつもいっぱいって言ってもあれだから。花木さんがね、いつも出てくれるメンバー、出演メンバーをねツイートしてるから、ちょっと見てみようかな。今日はメイン、ジュリア、フミサさん、マリア、フミサ、勝利君、何か見る15人、星号ジャカンを含めて15日から。きつくない？いつもよりだって今フルで21とか22とかでしょ。25とか3分の2しか出とらん。そう、歯止めかぶってる。あ、それもあるね。それもあります。困りますし、固めで、え、しょうゆも麺固めが好き。麺固め、お米も固めが好き。なんかさ、お米あるじゃん、なんか炊く時のさ、米の硬、好みのない硬さ、なんかべちょべちょ系が好きな人と、カタカタ系、そんな言い過ぎてもあれ、なんちゅうんだろう普通って感じとか、ちょっと柔らかめの人がもう好きな人もいるし、ちょっと固めのが好きな人、じゃちょっとビチャビチャよりはカタカタの方がいい。だからこう、例えばサンゴの線があるじゃん。サンゴの線がここだったらここに炊くやつ。ね、お米を研ぐ時のねポイントは絶対に冷水ってこと。うん、冬とキャー。プロチしよう、プロチしよう。初めてやった。ライブ頑張ってる、休憩中。頑張って休憩。休憩もね、全力でやらないと。ふみちゃんも同じ、そう、頑張らないとなのよ。バトルも嫌だし、油断してる人の隙をついてるから、おもろ。面白い。バトル好きじゃなさそう。まあ、誰も好きな人いないけど、特に好きじゃなさそう。それはやばい。東京。ちょい固めがいい、麺の固さの話、米の話、麺も固め、麺もってことはこの米の話をしてるの一緒だね、好み。でもおかゆとか雑炊とか、チゾットチーズチソットだけ、あの柔らかいゴニョゴニョのやつも好きや。そういう味もご飯も好きだけど、好みは リゾットか喜ばなかった。俺も米固め好きだから、そう、ちょっと固めがいいんだよ。なんかポロポロぐらいだったら嫌だけどね。
別にご飯屋さんのご飯がに対してなんだこれとか思ったことはない。月はあれもそうなの？あのあれってこと？間に合うかどうかってこと？つづまるこんにちは。クロリンさんこんにちは。やっほー。スルちゃんのコンタクトつけてもらうにハードが高いね。メンバーにならないと。そういうの？そうだよ。でも最近ね本当に良くなった。なんでなんだろうね。なんか別にねこれが悪くてとかはないんだけど、急にコンタクトが乾いてすっごいゴロゴロになる時期があるの急に。ってなったら今みたいに安定してるけど、1週間前ぐらいがやばかった。毎日ガラガラゴロゴロで、配信の最後ら辺とかも集中できないぐらい、うん、てて最近なんかすごい安定してる。コンタクト全く一緒なのね。なんかね、どんぐらい前だっけ、 3,4 ヶ月くらい前にね目やってからずっと同じやつって。7月だから4ヶ月前か。アキビよ。リゾットリゾットよ。チズチズとかかわいい。バカじゃねって思われたかと思って今ちょっと笑っちゃったね。リゾットか。お米は固めがいいよね。ちょっと硬いのが好み。マネジャーの日めっちゃ休みのなぜか東京行ったら道開けてるのに。ああなるほどね。俺は大阪にいるんだって。めちゃちゃたまたま日があれかぶっちゃおうか。ふみさんとの食事の時もそんな感じで勝ち取ったよ。え、どういうこと？あれ誰も書いてなかった時ってこと？それともシビアのタレカツ丼のお店のお米が固めで美味しい。タレカツ丼のお店のお米、へえ。まあそう、タレだけでご飯食べるさ。おばあちゃん、あ、ごめん、おばあちゃんに見えた。おばあちゃんが炊いたお米が柔らかすぎ。勝利のお家もよ、じいちゃんばあちゃんのお家に行くと米がおかゆかってぐらい柔らかくて、まあ、文句は言わないけど、あ、柔らかいなって思ってたやつ。なんか結構こうなんかね、水分が含んでるなと。チズリゾット略してチゾット。あ、それは頭いいかもね。ゴロゴロするときは多分小さい傷。そうなのか、すぐつくのかな。なんでなんだろうね。なんでなの。でももともとドライアイってのはある。すぐ涙出てきちゃう。急に普通に歩いて普通に生活してるのボロって出てきちゃう。カサ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 乾燥してボロボロボロ。待って、あと何分。あと何分しかない。お願いします。でツイッターでもよ、ちょっと配信中に携帯を触るということをしてしまいます。誰これ。知らない人から来てくれるらしい。ポアさん、誰なの。優しい。誰なんだろう。え、優しい優しい。まだ間に合うよ皆さん。これは例の音です。いつも頼む人が一人しかいなくて多分ってことはバトったってこと。お食事系とかだったらさ3枠まで行けんじゃん。お食事系だったらなんかその後にライブがあるとかだったらあれだけど、結構あ行けます行けますって4枠とか全然行く。昨日もそうだったしね。行けない時間がなければ、あ、開ければね。
でもさ、前髪いい感じじゃない？こっちだけ、こっちだけ長い。ここすごいいい、ここ。これがいい、全部。感じ。な。泣かないで。そういうこと？本当になんかね。意識してないの出てくんの。パラウって。あー、これはもう入んないかな。あと2分。でも、シュートチームすごい腕が上がってしてて面白い。いや、もともと、もう本当、もちろんそうなんだけど。一緒の配信で。昨日そっち行った東京ってこと？え？東京いたの？あといい？ワン君お疲れ様です。ありがとう。ワンワン。何ですか？指玉こんにちは。シャチパラ。指玉。編み込みかわいい。東京編み込みで。まきこれはなんでかっていうとあれしちゃう。今日の瀬取り出る曲出る立ち位置だけ今日一つ初めてのポジションがある。なんとで一つはよくやってるところ、もう一つもよくやってるとこか。二つは全然珍しくない。もう一つ一つだけ初めて。やったことなかったっけって感じ。やってそう、しおりがないんだみたいな。多分そう思ったらこの曲あんまりいろんなポジションやったことないよねという曲です。だから結構こういう曲ある。この曲に関してはすっごい5全部立てるとこもあるし、5とか立てるときあるけど、曲によってはもう1つしか立ったことないとか、2つしかないとかある。これね、朝海すいません、読み方分からない。ゆずきさん、ルームより50巻届け、最新版と自動投稿ありがとうございます。パンダコパンダやはん。名古屋まで我慢、グラップみたい。名古屋で会おうね、楽しみにしてるよ。シャチのオンオフ神経モードの切り替えに気になる。マジ？ピョン。どこにそれを感じてくれたんだ。よく言われる。でもなんか何も考えてなさそうだけど、考えてるみたいによく言われる。ですが、いつものぺってしてるからね。あまりバトらなくていいとき、しおりさんと何かやりたい。やろうよ。バトらなくていいとき、大事大事、それ大事大事あるよね、そういうとき。しおりもね、結構ね、波があって、結構今日いっぱいその特別特典とかをやってくれる人がいっぱいいる時、いっぱいあるっていうか、時もあればいない時もある。本当に日によるんだよ。まあ、それはもちろんなんだけどさ、日によるから、ちょうどね、いい感じのバトリナーでいい。日本語やってたかなみたいな。バトリナイ、バトラナイでいい。今さ、歯見てるんだけどさ、歯。
今度形さ、今日から変わるの、これ前回のうち1週間なんか物によっては赤いテープと黄色テープがあって1週間か2週間で、前回さっきまでのが2週間で、今から1週あが1週間の、今から2週間なんだけど、1ヶ月後のやつ、こうやってもうねできてるのね。1ヶ月後のやつ見たらさ、ちょっと形違う、こんな形変わるのかなって疑ってるわけじゃないけどさ、私こんなに変わるの。このね、こことここ奥まったよね。ここが、これがもうやばい、やばおかって感じ。これが、ちょっとずつ前に来てるんだって、今、これが。半年後にはね、ここにあるかもしれないし。で、スキッパももしかしたら、閉じるかもしれないって言われた。本当かな？本当かな？面白い。今日二人しっかり、そうよ。どう？でもね、これ以上広げるとちょっとダウンタイムみたいな目になっちゃう。全然広げようと思えば全然もっと広げれる。もうこのぐらいまでね、多分ね、頑張ればいくらでもできるよ。ほら、めちゃくちゃ広くもできるしね、何もでもできるけどね、これがね割といい感じな気がする。なんかさ、あんまりこの幅が広すぎるとあんま顔に合わないのかな。このくらいがちょうどいい。表情の変わりがギャップで母性、本当にする母性は誰？母性の変わりって何？違った、表情の変わり、それ表情変わる。でもコロコロなんかいろんな顔してるなとは思うけど。マサヤッホー、ふみちゃん配信見てました。わお、あ、終わったのか、終わったね。今これマウスペースで行くのは痛いよね。そう、痛いよ。あの、あ、刀剣ある、ありがとう。でも刀剣1000円も高いよね。そうだよ、刀剣4000円だった気がする。ヤキンスさ、もしも来てくれる可能性があるならさ、1000円はでけえと思って、前売り券はめっちゃ告知してた。え、違ったかな、刀剣違うか。でしょ、高いやろ、4000円の刀剣だと。それはさすがにいいと思って、テーマでかいですからね。刀剣ね、一番やばいのがこの変える時、新しいのに変える時、つけた途端と外した後がめっちゃ痛くて、ご飯食べれない、歯がめっちゃ動いてるから地盤がもうゆるゆるなの。ご飯食べるだけでもう痛い痛い痛いだから今度めっちゃいいのが、一番ご飯を何も考えずに食べれるのが2週間の歯の場合。これ2週間の1週間の時はもう痛い、だいたい新しいのになって3日ぐらい痛いので、1日目2日目が滑舌鬼で、で1週だから2週間あると残りの10日間ぐらいずっと痛くない、痛くない期間が。でも先週のやつが遠征から帰ってきてから外したから、本当は本当はね、先週はね金曜日に帰らなくちゃいけなかったんだけど、確かリリーブの日かなんかに変えたんだよね。11月ってカレンダー見て、そう、本当はね、先週はね、19に変えなきゃいけなかった。19から1週間しなきゃいけなかったんだけど、24に変えちゃったね。それ帰ってきてからやったから。だから、今日変えるから。ちょっと日がずれてる。バイバイバイって感じ。でもね、遠征中に新しいのを変えると痛すぎて死ぬからね。だから今週も来週も、遠征がないからね。ちょっと、調子をね。次第、
気にしてくれるの素敵、結構チキダイの出費が痛い。そうなんだよ、大事大事、マジ大事だよね。汁もたくだったからわかる。ドリンク代とかもね、なんかドリンク代が500円か600円かだけでもちょっと気になるもん、ね、あんまりこれさ高いからいいやみたいなしたくないしさ。神田明神ってでも割とそういう日が多いなと。ワイヤーよりは私生活、そうね、ワイヤーだと見えるじゃん、それ見えるのが一番それが気になったのと、あとなんかご飯食べれないんだって。うん、ご飯食べるときにかかっちゃう。あとなんかカレーとか食べたら色素沈着しちゃうから、そのこのゴムみたいなものとか食べれないとか言うし、あとあの口寝てる間とかに切っちゃうんだって、この歯の歯じゃない、この内側のこのハハ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 ハ。だからいつもそれはね、あのミーティングね、いつもグループミーティングをあのライブの1時間前にやるんですよ、いつも。でその時にあのミーティング終わったら外すっていうルーティーンです。で歯磨きしてご飯食べる時は食べる、おにぎりとかね。そうそう、だから、ね、結構ワイヤーよりはね楽だと思う、値段も安いし。ワイヤーとかも百何十万みたいな、やばりばり。もうこれとか自分でやりたいことだからさ、自分でいろいろ考えて、結構いろんなとこにカウンセリングに行ってこれにした。俺なんか前後ろに2本生えてきて、なんでなんで生えてきた。でもそれも生まれつき、なんでこんなガタガタかって言うと、生まれつき歯が1本なかったの、上の歯が。でそれが中学校の時にここに生えてきたの、閲覧中に。すごいでしょ。だからめっちゃ感覚も空いてるし、でうち全員刃があるの、家系遺伝なるから。で刃もあるし、親の一本ないし、金遅れて生えてきたやつがあるから、もうねすごいんよ。すごい歯並び、二人絶対似合わないから羨ましい。もうあのさ、目のイメージが強すぎてさ、それ似合ってるから。なんか全人類が二重が絶対いいとかじゃないんだよ、まあ、それの場合素朴な顔だから、これにすることでちょっとよく見える。自分の二重幅研究したことないから、いろいろ研究してすごいわね。ともっとね、もうちょっとね狭めたら、こうなんか素朴になる。そうか。日によって違うんだよね、だからそれ。チキダイ、あ、これだ。当日支払いだから行ける可能性があれば取れるね、それはすごい助かる。うん、なんか仕事から当日支払いだから行ける可能性があったらチケット取ってくださいとか言ったら、なんかさ、誰かな。でもそういうスタンスはすごいありがてえ。カレー食べちゃいけないとかはあるのかな。あ、そう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 らしいんよ。ひろパパこんばんは、久しぶりだ。テープで二人したらおねえみたいに痛すぎる。痛すぎる。なんだよね。バイバイ。ガブスサップトラさん、こんにちは。うん、バイバイ。なんかお買い物があるから先に行くってLINE来た。あとね、今度しか言いなさいよ。はーい。この前ふみとね、洗剤デートした。洗剤と柔軟剤をね買うデート。お客さん少ないらば物販でわちゃわちゃする時間が多めな気が。それはそうだね、うん、なんかあのいそいそしてる時間がない。そういうのもある。この前の神田明神もそうだったよね。俺の病で歯3本、3本足りてなかったら上には上がいるもんや。3本。すごい。そんなことあるの？逆に多い人もいるじゃん。大変だよね。アースさん、こんにちは。ショールのまだ良かった点、まだ良かった点は、こう左右非対称にばらけてくれてる。ね？左右割と対照的な、非対称じゃないか、対照的に離れが悪いの。これは始めてから1年もすれば戻るってアタックかの前に。
1年以上かかるって。完全体になるまではもうちょっとかかる。送っとった写真見たい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 。おねえね気になる。じゃあこの後でちょっと本当にツイッターとか小滝メールとか配信で本当にあのお願いお願い来て来てみたいな言いすぎてちょっとうざっと思ったかもしれません。そういう日もありますってことで次はリリーブだからね。楽しみにしてる。あ、姉妹や微笑ましい。あ、じゃ姉妹のあれ好きだよね。絡み。じゃあ今日配信終わります。帰ってからは。バンザイジャパンルームと個人ルームします、うん、今から個人ルームやるか迷うな。あ、でもちょっと急ぎ急ぎになるのやだな。帰ってからやろう。明後日も早くないしね、うん、ということで今日の神田明神で会える方は会いましょう。ヨータおつ見てくれたの、おはよう。おはようありがとう。おつ東京で来てくれね、でもさっきまでがね、前より気になったからね。でもちょっと増えた、ありがとう。だいぶ楽しんできたね、ありがとう。ラスト行ってらっしゃい、ありがとう。行ってきます。ビュービュー。